こんばんは、平井弘明です。今回はですね、スイング軸について動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。ゴルフのスイングは真ん中の軸で立ってて、それでスイング中フィニッシュまでずっとアドレスからこの軸をぶらさないでこうやって打ちます。で、まあ、フィニッシュは右足が上がるんで、多少こう左にこう乗るんで、真ん中にいたらこうなっちゃったりするんで、左一本で立つか、まあ、ちょっと左膝を曲げて真ん中にとどまる。フィニッシュがこういう状態なのか、こういう状態なのか、どっちでもいいんですけど、まあ、常に真ん中に入れるような意識で打ちます。今回はですね、スイング軸について動画を撮っていきたいと思います。で、ゴルフってやっぱりボールに対して力を加えていかなきゃいけないんですよ。なんで、バックスイングでは右の膝の上に体の重心が乗って、で、フィニッシュでは左の膝の上に重心が乗る。要は体重移動ですよね。っていうのをゴルフのスイングってやらなきゃいけないんですよ。それはボールの飛んでくる力を強めたい、ちゃんとした飛距離を出したいがために、その体重移動っていうのを加えていかないといけないんです。ちょっと打ってみます。バックスイングでは右に乗って、フォロースルーでは左に乗る意識。こういう意識ですね。で、振ってあげることがゴルフのスイングですごく重要なことになります。はい、どうだ。迷ってる方いませんか。迷ってる方いませんか。どっちでもそれっぽく言えるってことね。そうなの。ここで迷ったらダメなの。初心者の方なんかは、もちろん迷うよ。意地悪してんだもん、だって動画が。そうだそうだ。ねえ。だから、自分はどっちが打ちやすいかをはっきりこの動画で決めてください。揺さぶった方が、打ちやすいのか。真ん中でくるくるした方が打ちやすいのか、それを今ご自宅かどっかで携帯で見られてると思うんですけども、練習場行った時に両方やってください。その時にじゃあ何を持ってどっちが打ちやすいか、ヘッドです。ヘッドがボールに当たるタイミングが合いやすい方ですよ。軸をぶらさない方が自分のパーンって架空の鳴る音と合うかどうか、こうやって、それとも軸をぶらした方が自分の架空の鳴るスイングを頭の中でした時にパーンって鳴るところでピタッと合うのか、両方ボールに当たるタイミングが合う方をやっていただいた方がいいです。で、両方合うんだったら器用なんですよ。そう、どっちでもいい。だからショートアイアンはブレる度合いを少なくして、要は一軸っぽく打って、長いクラブになればなるほどちょっと軸をぶらしてあげてタイミングを合わせてあげるっていうのをおすすめします。両方打てる方は。両方打てる人もいるんだ。いる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 。タイミングをすごく意識されてる人なんかは両方打てる。ああ。だから俺が知ってる中では平井っていうプロなんかは両方打てる。あ、そうなんだ。うん。もともとどっちだ。もともとブレる。あ、そうなんだ。うん。でもね、そのブレもね、少ないもん。あ、ブレる方って言われたんだけど、すごい少ない。じゃあどっちも。その理由言っていい、うん、うちの父ちゃんにブレんなって言われたから。出た。出た、父ちゃん。そう。だから、ただ、そういう二通りあるんだって知ってから、ブレてもいいんだから、ちょっとずつブレるようになってきて、心地いいブレで止まってる。だから結局ブレるブレないのって言ったらブレる。もともとはね。もともと。で、今も多少ブレる。ちょっとこうやっぱモーションかけんだよね、こうやって。あ、そうなんだ。そうそうそう。一軸の人ってもっと静かだから、ね。俺はどっちなの？トール君はモーションかけるからね、動くんじゃねえかなと思うけどね。かけてんだ。うん。反動使うからね。あ、そう。一軸だと思ってた、自分で。反動使ってると思うんだ。ただ、もうちょっと振ってみないと分かんないけどね。本当に力を加えた時に出る動きだから。そうなんだ。あんだけアプローチうまくいっちゃうとな、なんとも言えないね。だからドライバーのフルスイングを10回疲れたじゃない。うん、その11球目ぐらいから分かるから。
なんとなく疲れてないとダメなの。やっぱりこう腕に頼ったりするからね、はいはいはい、そう体を見たいから。そうなんだ、ね、そうそうそう。だからはっきり軸分かる人もいるんだけど、うん、分かりづらい人もいるわけよ。あ、そうなの、うん、素振りで分かる人もいるから。そんなはっきりする人も、うん、あ、この人使う人使わない人って。結局俺みたいに揺さぶるんだけど、うん、真ん中で色って言われた人もいるだろうから。強制されちゃってる人もいるんだね。そう、だからそれでクラブがこの反動を使ってあげるかとか、うん、そういうところを見る。ああ、それがタイミングだから。だから大体反動を使う人ってタイミングうまいの。反動もタイミングだから。はいはい、はい、うん、だから、あ、この人はあの動きのことを言わない方がいいなってですね。あ、なるほどね。タイミングのことを言わないとダメ。はいはいはい、それがワンラップです。そうなんだ。そうそうそう、そういう見極めって言ったらだけど、ちゃんとしたその方の体の使い方を見てあげないと、うん、ちゃんとした結果になんない。昨日レッスン、うん、アッパーの方でサロンの会員の方が来た。超アッパーじゃん。そう、こういう人だった。肘ついちゃう。そうで、肘を痛めたから。おそう、トミージョンだ。トップと G ピン、うん、引っ掛け、うん、スライスしか出ない。うん、そらそう。そう、そらそうなんだ。そうです。そらそうなんだけど、うん、あることをやったら、うん、9番やんで、うん、150の看板にしか行かなくなったの。これ、本気でやばくない？すごい。展開が急すぎて本人が一番ハテナだ。何が起こってるか。追いついてないんだから。何が起こってるか分かんない。そう。だから納得するかしないかとか、そこまでも言ってないから、頭が。なんだこれみたいな。そう。何が打ってんのみたいな。そう。それぐらいのノリ。もう、ふざけたぐらい、うん、もう150の看板にしか本当に行かなくなっちゃった。うん、すごいっすね、つって。すごかった。実力ですよって。うん。うん、しつこいよ。しつこいけど、うん、何やったかだけちょこっと言っていい。全部を一旦基本に戻しただけなの。手の位置、ボールの位置、うん、角度とか、そういうものを、アイアンの向きとかね、うん、そういうのを全部一旦基本にしただけ。うんうんうん、めっちゃくちゃ違和感あるはずじゃない、うん、そんだけ基本から遠いから、うん、そうだね。でも、違和感ありありの中に、あんだけずっと同じ球が出てるっていう現実を知ってくださいって言ったの。そうだね。うん、本人が一番本当にびっくり。もちろんその人一人しかいないんで、うん、あの見られてる場合は今、あ、俺だって多分分かると思う。もう衝撃的な事件だったからね。そう、うん、そういう方もいたし、その前の週のレッスンなんかは、うん、サッカーやられた男性の方、うん、なんかポテンシャルが高いわけ、うん、で打った瞬間に、なんでって俺に見るわけ。いや、ボール見ましょうって。そう、上がらない、うん、左に行く、うん、もちろんスライス、うん、とにかくドライバーが当たんないんです、うん、って言って、うん、ドライバー見て、うん、何球か打ってもらって、うん、ちょっと直したら、うん、なんでーって言って後ろ見て、こうやって。いや、ボール見てって。そう、ボール見てくださいって。とりあえず、なんでって余韻に浸ったんだけど。そう。そう。その方すごくノリがいい方で、結局アイアンも左しか行かない、うん、左しか行かないって言って、うん、で、まあその方の直していただきたい部分を直してやったら、うん、もうその方もずっと同じとこしか行かなくなっちゃったのよ、うん。だから、あの、これ別にね、うん、魔法とか何でもないし、うん、本当に基本にしただけですよ、うん。それぐらい基本って恐ろしいものだ、うん。いや、魔法だったことにしようよ。魔法です。ワンナップに来たら魔法にかかります。そうですね。うん、あ、そう、だから魔法にかかりたい方は、うん、あ、ごめんなさい。年内は埋まってしまいました。申し訳ございません。早いよね。そう。早すぎるよね。怒られるからまた。うん、でもこれはしょうがない。しょうがない、うん、あの。ちゃんと登録が枠を作ってくれて出した結果こうなってしまったので、うんうん、これはもうしょうがないんですけど、うん、でも、お二人とも、もともとうまいの。直して打てるってことは。ああ、そうか。ちゃんと、で、共通してること言っていい、うん、お二人ともヘッドがめちゃくちゃ動いてるの。もともと？もともと。動かせられる人だったの。ただ、
動かす角度が良くなかった、うんうんうん、出し方だったり、うん、腕とか手首とかの向きとか、うん、角度が変わっちゃうってことね。そう、そうそう、それが良くなかった、うん、それを直した。そうだから出し方はいつもと一緒でいいですよ、うん、出した分飛びますから、うん、でそういう直し方もした。でも結構珍しいね、その直し方。うん、少ないね。そうだよね、うん、いつも1センチ動かすだけだから。フォークから来てるの。そのポール君の言い方2時間かけて1センチってそう奥さんに言われちゃうやつだから。そう、そう。でも今回のお客様は近日中に同じようなお悩みが来たから、うん、珍しい。そんなちゃんと教えてくれるの。そんな、なんか来ました。なんか入れ方変えるためにそんな教えてくれるのは珍しい。そんなにできてたってことでしょ。そう、もともとね、ちゃんと触れてたってことなんだ。そう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 、スピードもあるし、うん、パワーもあるし、うん、もうそのサッカーやられた方なんで178センチある、うん、そうだから身長を生かしましょうっていうことと、うん、パワーがあるから、うん、そのパワーを生かして、うん、そのなるべく飛距離を出していただいてっていうことをやらせてもらったんだけど、やっぱいい球打つよね。あ、そう、うん、やっぱ高身長から出る球ってやっぱ全然違うから。あ、そう、うん、いい球打つし、いい音鳴ってて、ね、アイアンなんかめちゃくちゃいい音鳴ってたから、うん、ミニマム左からは出ない球が、いや出ないな厳しいな。ちょっと俺の方が低いんだけどね、1センチぐらい。トルク73、73もないよ、170ジャストぐらい。嘘、70.1。俺74。え、そんなんの。そう、え、あ、そう、74。あれ71ぐらいだと思ってた。マジで、うん、モンスター。あれ、あれちょっとこれ心外だな。どうでもいい。うん、仲間あれ来週からカメラマン変わってるから。身長低く言われたから。そう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 、そう、共通、本当さっきも言ったけど共通してることはヘッドが走ってることと、うん、これ言ってるか分かんないけど、うん、余計なことやってなかった。へえ、そうなんだ。手遅れなことをやってなかった。あ、ちょっと入っちゃってても、うん、そこまで直せたやつ、うん、だからよかった。例えば動いてる最中のすごいやばいことだったら、動いてる最中のことって直しづらいじゃん。幸いにもお二人ともアドレス中に怒ってたことだから、ああよかった。そうか、手首折ってなかったんだじゃん。それダメって言うつもりだけど。折ってなかった。折ってなかった。だ、本当に基本に近いアドレスを取ってもらって、うん、だからね、やっぱいい球出ます、うんうん。だからそれって。まあ、やりがいというか、やった感はないわけよ、基本って、うんうん。だから、継続するのが難しい。分かりづらいしね。そうだよね。うん、真ん中って。そうだよね。うん、どっちかに寄せた方が簡単じゃないね。そうなんだよ。何にもやってないみたいな感じになっちゃうからね。そう。で、本当にこれでいいのかって思い始めるわけよ。うん、1ヶ月ぐらいすると。うん、うん、だそれが一番怖いところで、それ乗り越えたら変わります。うんうん、でも、初めはあれでしょ、違和感感じるんだから。そう、いいはずなの。そうですね。慣れてきて、慣れてくると分かんなくなっちゃうんだ。そう、違和感取れてきたときに、あれいいのかなってなるんだよね。そうだね。だからプロもコーチをつけるんだけど、あそこ分かんなくなっちゃうんだ、慣れてくるとね。そう、すごいお気持ちは分かるんですけど、なるべくそれを続けていただいて、やっぱこういい球打った実はあるんで、うん、そう、それをこう僕は思い出してですね、やっていただいた方がいいですね。あ、だからあれか、定期的にレッスンした方がいい。そう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 、メンテナンス。ずれてません、治ってませんとか、うん、あとやりすぎですよとか、そういうこともあるんで、うんうんうん。まあでも本当毎回言うけどね、あのそんな悪いスイングしてる人って本当いない。少ない。よっぽどのことがないか、うん。クラブのシャフトとかもそうだけど、うん、やっぱり専門ショップ行って、うん、ちゃんとしたフィッターとか、うん、分かる方に聞いた方がいいし、うん、そういうことはあるね。で、ちょっと今回の動画で言いたかったっていうのは、最初一軸二軸って両方ちゃんと説明したじゃないですか。うん、まあちゃんとっていうか説明して、迷われてる方って、うん、その自分の基本となる、そのスイングベースがまだできてないっていうことなんですよ。それが悪いことではないですよ。なんで、これからそのまずベースを探していただいて、でそこから自分のスイングの基本の動きが分かったら、こうチョイスするものを決めやすいんで、手順を踏んでくださいっていう動画を撮りたかったんで、こういう動画を先にちょっと一軸二軸ってやらせてもらったんですよ。そう、だからとりあえず今始めたばっかなんで、こういう球打ちたいからこういう理論を入れますっていうことが怖いので、まずは自分の基本となるベースのスイングっていうのを探してみていただければと思いますので、
ちょっと本当に注意が必要ってことですよね。怖いことになっちゃって、で今回の動画はです、ね、以上になりますので、気に入っていただければチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。